東京都のほぼ中央に位置する府中市。老朽化が著しい給食センターの施設整備を進め、平成29年9月1日より新しい給食センターが本稼働しています。新しい府中市立学校給食センターは、全市立小中学校に対し2万2000食を提供できる全国最大級の給食センターです。より安全な学校給食の実現を図るため、1階は調理エリア、2階は見学や体験エリア、3階は炊飯、アレルギー対応、洗浄エリアと、各階の役割が明確な3階建ての構造です。1階の調理エリアでは、入居の段階から小学校と中学校のラインを完全に分離し、献立を分けることで、万が一の食中毒の場合でも汚染の拡大を防ぐことができます。またドライシステムの導入や食材などの徹底した温度管理、汚染作業区域と非汚染作業区域の区画など、 HACCP の概念に基づいた学校給食衛生管理基準に従い、衛生管理とリスク分散を最大限考慮した設計になっています。またスチームコンベクションオーブンや全自動炊飯ラインなど、新しい調理機器を導入して、国産食材や手作り給食にこだわり、バラエティに富んだ給食を提供することができます。それではどのように給食ができるのか見ていきましょう。調理員は準備室で白衣や帽子、マスク、エプロンを着用します。手洗いやアルコール消毒を行い、それぞれの部屋に入ります。朝一番に入居口から食材が納品されます。野菜類、魚肉類や卵、米は別々の納品口からセンターに入ってきます。食材は専用の容器に移し替えられ、下処理室などに運ばれます。段ボールなどは研修室より先へ持ち込まないようにします。新鮮な野菜がセンターに届きました。野菜には地場産のものも使われています。注文した数が正しく届いたか、温度、鮮度に問題がないかなど厳しいチェックをし、問題がなければ60センチ以上の作業台の上で専用の容器へ移されます。魚肉類や卵は汚染度が高いため、野菜とは別の納品口に届きます。表面温度計を使い、温度による品質低下がないか、異臭はしないかなどチェックし記録します。チェック後、専用の容器に移され、冷蔵庫で保管されます。調味料は食品庫に運ばれ、計量室で計量します。搬入された食材は50グラム程度を取り分け、マイナス20度以下の専用の冷凍庫に2週間以上保存します。じゃがいもや玉ねぎなどは、泥落とし室の専用の皮むき機で泥や皮をきれいに落としてから下処理室へ運ばれます。下処理室へ運ばれた野菜の芯や芽などは手でカットされ、ジェット水流が起こるシンクの中で3回以上入念に洗います。その際、水や調理くずが床に落ちにくい機器を使用します。調理作業中、床は常に乾燥された状態を保ち、微生物の繁殖を極力少なくしたドライシステムを取り入れています。こちらが肉や魚専用の下処理室です。揚げ物や焼き物の準備をし、反対側の部屋から取り出せるパススルー冷蔵庫に入れておきます。卵は今回新たに導入された自動割卵機で割られ、卵専用冷蔵庫に入れられます。
1時間に約4000個の卵を処理でき、卵の殻が入るリスクを低くしています。その後、献立に合わせて各室へ送られます。センターは大きく2つのエリアに分けられていて、汚れを落とす作業を行う汚染作業区域と、調理作業を行う非汚染作業区域として、床やエプロン、シューズなどの色を変えて作業の間違いがないようにしています。非汚染作業区域の部屋へは、エアシャワーで白衣についたホコリなどを落とした後、手洗いをして入ります。手洗いのための石鹸、ペーパータオル、消毒アルコールもノズルなどを触らなくて良いようにしています。下処理で洗われた野菜を食べやすい大きさにカットするのが上処理室です。下処理室からの食材の移動は、カウンターやパススルー冷蔵庫を経由して食材だけが運ばれ、人は行き来できません。食材をさいの目にカットする機械やスライスする機械などによって、食材を献立に合わせた大きさに素早く正確に切っていきます。すべての食材の下準備を終え、いよいよ調理開始です。1階は調理の仕方に応じて、和え物室、煮炊き調理室、焼き物、揚げ物室の3つに分かれています。和え物室はサラダやおひたしなどの冷たい献立を調理します。学校給食では野菜は原則として加熱調理することから、具材を下茹で室で下茹でした後、真空冷却機で10度以下に素早く冷やします。和え物室側から取り出し、和え物の温度が上がらないよう速やかに配管します。真空冷却機の性能も上がり、サラダなどがシャキシャキとした食感で提供できるようになりました。大きな釜がたくさん並ぶのは煮炊き調理室です。献立は小学校2献立、中学校2献立としており、小学校のラインでは32台、中学校のラインでは16台もの回転釜で、献立や配送計画に合わせて計画的に調理が進みます。ここではカレーやグラタン、シチューのルーなどは温度調整がしやすい電気の釜で手作りし、蒸気式の釜で煮物、汁物、炒め物などの調理を行います。一つの釜で調理できるのは、なんと1400から1500人分。手作りの美味しい給食を実現するために、出汁を取るところからこだわって作っています。1階から3階までつながり、棚が昇降する消毒保管機から食感を取り出し、配管が始まりました。食感は学校、学年、クラスごとに決められており、食数に合わせた量をはかりで測ります。煮炊きを担当する人と出来上がった給食を食感に入れる人では、エプロンの色が違います。ここ中学校のラインでは、具材を調理する人は釜の外側、配管をする人は内側で作業することで、衛生管理を徹底し、より安心な給食が出来上がります。焼き物、揚げ物室にはスチームコンベクションオーブンと自動フライヤーがあり、煮炊き調理室と同じように、調理前と調理後が一目で分かるよう床が色分けされています。スチームコンベクションオーブンは短時間で焼き物や蒸し物を調理することができます。揚げ物は調理員が丁寧に衣をつけ、自動フライヤーの中をゆっくりと流れ、カリッと美味しく仕上がります。その他、
手作り調理にも対応するために、ひき肉などを混ぜる攪拌機や新たに導入したハンバーグ成形機があります。3階ではおかずの調理と並行して、今回新たに導入された全自動炊飯システムによるご飯の調理が行われています。朝、自動的に米がサイロから運ばれ洗米されます。浸積した米と水を炊飯釜に入れ、連続炊飯器のトンネルの中で炊いていきます。連続炊飯器は加熱に強弱をつけて、釜内に規則的な対流を作りながら効率よく炊き上げます。連続炊飯器から出てきた釜は立体式の蒸らし装置に送られ、約30分間の蒸らし工程に入ります。ふっくらした美味しいご飯が出来上がりました。ご飯の盛り付けを行う機械へ送られ、攪拌、ほぐしの後に配管されます。炊き終わった炊飯釜や蓋は専用の洗浄機で洗浄し、入り口に戻ります。3階の炊飯室の隣の部屋には、火薬ご飯の具を煮たり、赤飯の小豆を炊いたりできる設備も完備しています。3階にはアレルギー対応のための調理室も完備しています。アレルギー調理室は食材搬入から配管までが他の部屋から独立しているため、より安全なアレルギー対応の給食を作ることができます。平成30年4月からは、卵とナッツ類の除去食に加え、乳製品、エビ、カニの対応食を開始します。センターでは今まで見てきた食材搬入から配送、積み込みまでの流れを北から南に向かって一方通行にしています。このことによって交差汚染のリスクを抑えています。荷受けの時はもちろん、調理のそれぞれの段階で加熱は十分か、冷却は問題ないか、温度を確認して記録しています。出来上がった給食は検食責任者が味見をして、美味しくできているか、異常がないかなどを確かめます。またここでも調理されたメニューを 50g 程度清潔な容器に密封して入れ、専用の冷凍庫に2週間以上保存します。安全で美味しく出来上がった給食はそれぞれの献立ごとに食感に入れられ、コンテナプールに集まり、小中学校合わせて約500台ものコンテナへと収納されます。外気や害虫が入らないよう設計されたドッグシェルターからコンテナが配送トラックへ積み込まれ、子どもたちの待つ各学校へ出発します。学校から戻ってきた食器や食感は回収口から洗浄室へ搬入され、洗浄が行われます。スムーズに洗浄を行うため、トラックは3階まで直接搬入します。コンテナから下ろされると、食器専用、コンテナ専用、食感専用の洗浄システムにそれぞれ振り分けられ、洗浄されていきます。食器や食器かご、トレイ、箸などはこの食器類洗浄システムで洗浄します。かごから取り出した食器を並べると、洗浄機の中で浸積を行い、一枚一枚コンベアに並べて洗浄を行います。トレイや箸なども同時に洗浄します。コンテナから取り出した食感は食べ残した量を確認した後、食感類洗浄機で洗浄します。2つのレーンで背の高いものと低いものに分けて流すと、洗浄機の中を通り、きれいに洗浄されます。食器や食感を取り出して
空になったコンテナはコンテナ洗浄機のトンネルの中で丸ごと洗浄します。コンテナがきれいに洗浄されて出てきました。きれいに洗浄されて出てきた食器を確認してカゴに入れ、コンテナに積み込みます。食器やトレイ、備品を積んだコンテナをコンテナイン消毒保管機に入れて消毒します。消毒保管機の中で90度以上の熱風を90分間コンテナや食器、トレイなどに当てて隅々まで消毒し、翌朝エレベーターで1階まで下ろします。洗浄機からきれいになって出てきた食感は3階で入れて1階から取り出すことができる消毒機で消毒します。2階では給食作りの様子を見学することができます。また手洗いとエアシャワー、調理機器を使った給食作りが体験できるコーナーや展示コーナー、調理実習室もあります。センターは府中の子どもたちや地域に開かれた食育の拠点としての役割もあるのです。府中市の学校給食には地域ぐるみで連携しながら地場産食材を最大限に活用し、安全安心で美味しい学校給食を提供することが求められています。将来を担う子どもたちが食事を通して食や地域の産業、文化への理解を深め、ぬくもりが感じられる学校給食作りをこれからも進めていきます。